こんにちは。下船の花3週目徳川家康編実況プレイ続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。下船の花、さあ、おーいよ、そん今日来ました。さあ、この声で今回最終回になるかもしれません。前回ね、誤解をの中で、その穏やかなうちで終わると思いきや、今回の世界戦でも本能寺が燃えてしまいました。そして燃やしたのは師匠あなたがというところから始まります。ん？私だよ。なんてことしてくれたんだ師匠。お前か。どういうことです、この大軍は。当然信行が率いる軍だ。え、信行様は囚われの身であったはず。まさか師匠が逃がしたのですか。そう怒るな。契約の時に誓ったからな。最後の任務まではやり遂げる。今回は師匠はさすがに敵だよ。家康様がいるんだよ中に。最後の任務。信行は天下を取れる器ではない、うん、自分でもそれをよく分かっている。だがどうしても信長を道連れにしたいんだと、そのお膳立てをしただけさ。そっか、銀英伝というとアンスバッハみたいなことを言いますね。お前もおとなしく見守るがいい。信長に天意があれば生き延びる。さもなくば天の意があれば。しかし師匠、そこまでする必要があるのか。今の湯気子には疑問だよ。師匠、そう、今は師匠を追うべき時ではない。そう、もう甘ったれだと言われても私は今回は師匠にはなびかないよ。人を殺めたくないんだ。一刻も早くお救いしなくては。信長様たちを、家康殿。おおおおお、ゲームやめくぞ、ゲームやめくぞ、ごめんなさい。さあ、兵士ごときに負ける家康殿じゃないよ。こう囲まれてしまってはもはやこれまでか。あの方の姿が浮かぶ。ここまでの危機に際して何を思い浮かべるだろうね。自分はとも思っちゃう。今はの際の人間というのは正直なもの。今はとは、そう、死ぬ間際、命の終わりさえ。家康殿、ご覚悟。まだです。まだです。あ、でも最後の音はさ、切る音じゃないよね。どっちかと殴る音だよね。やっぱり殺めようとしてないね。峰打ちか。好きやり。なんか増強っぽいけど、剣の持ち方が違う。あ、そこで湯気国内させない。お逃げください。ここは私が。あなたはなぜここに。説明は後よ。家康殿、よそ見などしている場合ではありませんぞ。ここは私が。か、泣かせるではないか。なんだ、生意気な兵たち。湯気子、いけるだろ、それぐらい。頑張れ。あ、頑張るぞ。4回決めろ。難しいんじゃないか、これ。
いやこれ失敗したら危ないやつだ。勝利、勝てばいいのさ。なかなかやるものよ。しかし、数が多いか。息がまだ上がってダメ、受けきれない。ああ、卑怯だな。お怪我大丈夫？肘を切っただけです。それよりも違う髄を切っただけです。それよりも大体って感じでなる。兵が途切れた。この時を逃してはなりません。ここから脱出してください。あなたは？私はどうする？私はどうする？向こうの部屋へ、火星に行きます。それが今回の任務ですので。どうする？ちょっと待って。そうですか。お、では僕も共に行きます。向こうに誰かいるぞ。さあ撃て、皆撃ち取ってしまえ。卑怯殿、偽りにも様々なものがあるんですね。いやー、先見るのが怖いな。毒が薬にもなるように偽りだって、痛みやぬくもりを内に秘めていることもある。やはり僕は宴の夜、あなたの言葉や心にもっと耳を傾けるべきだった。途中で立ち去らないでか。おお、いや、その何を、そうか、もも切ったから足があんまりね、かすり傷ですみたいな言い方だったけど、ゆうこ歩けない、歩きがたい状態かもしれない。それを助けてくれた。ゆうこが小さいのか、いやさんが大きいのかわからないけど、これすごいね。足の傷が痛んで、歩くのが辛いのでしょう。じっとしていてください。左のもも切ったのか、右のももか、傷口は分かる。だー、下ろしてください。無茶です。 そんな戦い方。無茶でも構いません。私のことだと放っておいてくださいね。後を抱きかかえたまま戦う超死竜よりも戦いにくいよ。赤ちゃんじゃないからサイズが。お断りします。いや、そのどうか。もう黙って、あなたのためではありません。あなたを失いたくないと思う僕のためです。ゆうこ、いや、その覚悟を決めてるよ。何もかも分かったみたいだよ、自分がどう処するべきか。お願いだから守らせてください。そうか、あなたのお守りになりたい。うわ、いや、その家康様、なんたるご勇士か。そしてまた家臣たちが感動してるよ、家康様を見て。徳川家臣として誇らしゅうございますぞ。この上は最後まで戦うと。泣けるじゃないか。この君臣の関わりも泣けてくるね、家康ルート。徳川の武者たち、
皆さん、どうして。そう、彼らとの絆も深まっているんだね。申し訳ありません。我ら合心団、殿を案じるあまり後をつけておりました。隊の半分は信長様のもとへ加勢に参っております。いや、こういう展開泣けるんだな。我らは皆で殿の退路を切り開くぞ。こんなにたくさんみんな家康殿の身を案じて良いご家臣を持たれましたね。今ヤンウェリーと重なったよね。みんな良い部下をお持ちのようですねってベルカッツに言ったあの言葉を思い出した。はい。三井殿。おお、明智の軍だ。さあ、本能寺を守る明智の軍。信行様の軍を圧倒している。俺は勝てるぞ。卑怯の旗が寺へではなく寺を攻める相手に向かっているっていうね。史実とは逆の。寺へ突入します。何を置いても信長様の恩義をお救い申し上げよう。その上で突入か。三井殿、卑怯殿を安全な場所へお送りしたら僕もすぐ加勢に参ります。負傷の元妹はお手間をおかけしまして。いいえ、僕の方が彼女に命を救っていただいたのです。それが背負ってくださっている理由ならやはり負傷とは存じますが、かくいう私こそ信行様に牢を破られた負傷の必ずや信長様のお命をお救いしなくてはなりません。失礼します。おいおいおい、家康殿の最後の展開がこんな熱いものになるとは思わなかったぞ。家康殿、ここで降ろせというのなしですよ。あなたの足まだ血が止まっていませんから。行こう。差し当たりの手当てはこれでいいはずです。ありがとうございます。いいえ、足が痛んで難儀だとは思いますが、ここでしばらく身を潜めていてください。信長様のもとへ行かれるのですね。はい、盟友をお守りし生きて戻ります。胸を張って三河へ帰れるようになすべきことから目を背けて生きていくのもう嫌ですから。いや、そのもう真の優しさが、優しさとは何なのか分かった感じだね。そうか、これが最終話、真心につながるわけだ。いや、その私も共に行きたい、共に戦いたいのに足切っちゃった。桔梗殿、行ける？まだもう行けない？盛り上がっているところのようだが。って言ってたら出てきたよ。あ、大丈夫だった。家康、貴様の見せ場はもはやないぞ。信長殿、よかった、お怪我はない。貴様も大事ないか。ええ、僕は何とも。光秀殿には会われましたか。蘭丸殿たちの安否は。ああ、それに信行殿、もう攻め方ももう案じるからね。いや、その、そう、矢継ぎ早に聞くな。蘭なら無事だ。光秀と共に投降した敵軍の対処に当たっている。信行、あやつなら捕らえておいた。二度も失敗したか。本人にとってはもはや生き恥なのかもしれんが、死んで楽にさせてやるつもりもない。そうだね、今回信行様に寄り添ってくれる人がゆげ子いないからね、辛いよね。はい、生きていらっしゃればいつの日か物の見え方が変わることもありましょう。とにもかくにも信長殿、御身がご無事で本当によかった。
光秀が来るまで余が持ちこたえられたのは家康、貴様の人徳ゆえだ。そうだね、彼に感化された家臣たち徳川軍が来たからね。あわやというところで徳川の軍が加勢に入り、世の周りを固めた。徳川の者たちには礼を言わねばならん。良い配下を持ったな、家康。信長様にも言われちゃった。桔梗殿にも同じことを言われました。桔梗？ああ、そこで腰を抜かしている女が九段の久の一であったか。はい、刺したままで失礼を。痛いんです、ももが。右か左か分かんないけど、どっちかどっちもか痛いんです。結局家康恋しさに本能寺へ現れたわけか。バレちゃったね。そういうことになるのでしょうか。え、ではここへいらしたこと自体任務ではなかったのですか。はい、家康殿をお守りしたくて勝手に参りました。逆に私がお助けいただくことがになってしまいましたが。何をおっしゃるんですか。僕を救ったがためにあなたにそんな傷を負わせ。いいえ。いつまでもやっていろ。窮地を切り抜けたばかりでのんきなものだ。みんな本当にまたもや抱えていただいて申し訳ありません。そんなことをお気になさらないでください。その不謹慎は承知ですが、あなたと触れ合っているととても温かいですから。あららら、家康殿。私もです。着きました。そちらにつないであるのが僕の馬です。すみませんが、しばらくの間お借りします。郷里につき次第人づてにお返ししますので。馬に揺られれば傷が痛むでしょうに。本当にお一人で行かれるのですか。はい、忍びの里には外の人間を近づけてはならない決まりです。家康殿、もう下ろしていただいて大丈夫です。あ、はい、できるだけそっと下ろしますので、気をつけて足をおつけください。立っていてもそれほど痛みません。これなら大丈夫そうです。そうですか。けれど深い傷ですから、落ち着ける場所でしばらくは安静になさらないと。きっとそうします。あるいは別れがたくて言ってる側面もあるかもしれないね今。どうする。ゆげっ子、何か言わなくては。今度こそ本当にお別れなのだから、これまでを振り返ってお礼を言いたい、謝りたい。いやー、これどうする。ヤンウェンリーだったらって考え、いや全然関係ない。ヤンウェンリーだったらごめんって言うんだろうか。ありがとう、ごめん、お礼を。いやー、いや、これ、たとえ、ダメでも、私だったら謝りたい。謝らなければ済まないよね。ありがとうも言わなきゃいけないけどさ。やっぱり、ここまで、純粋な、人を信じてくれる、そんな家康様をさ、最後の最後まで欺いてたことについて、謝りたいよね。たとえ、最終的に自分の思いがどうであれさ、助けに行ってもさ、まずは謝ろう。ゆめ子、家康殿、最後にもう一度だけ謝らせてください。出会ってからこれまでの間、家康殿との優しい時間は私に安らぎを与えてくれました。家康殿がお見せになる生き物への慈しみや平和への願い、私にとってはとても眩しかった。
それなのに、あの宴であなたの思いに背く行いをしたこと、本当にごめんなさい。桔梗殿。家康殿、私の本当の名は湯気子と言います。なぜ今教えてくださるのですか。お別れの時くらいはあなたの前で自分を偽らずにいたいですから。さようなら家康殿、ご活躍とお幸せをお祈りしていますついでに言うと、あの小鳥も私ですって言った方がいいかな。私笑えていた？大丈夫だっただろうか。馬がいならく、どうどう。長旅になるけれど、しばらく背を貸して。お、ゆげ子も動物さんに話しかけるようになったね。待って。おっと。家康殿の心を動かせただろうか。見てみましょう。え？待ってください。これは？家康殿、お話しくださ、まだ馬に乗る前か。そうだよね、馬に乗ってたとしたらすごい跳躍力でここまで背に乗ることになるから。違うな、乗る前か。嫌です。これでとこしえのお別れだなんて絶対に嫌です。さあ、家康殿の方から動いてくれたぞ。僕はまだあなたについて多くを知らない。すべてはきっとこれからです。どうかこの先も共にいさせてください。あなたのことを教えてください。でも私は忍びです。任務のために信長様を、人を殺めようとした人間です。イアス殿の思いを裏切って。けれどあなたは思いとどまったではないですか。許してくれるの。信長殿が毒をお飲みにならないよう止めに入って、蛍見の宴を控え、お元気がなかったこともそう。宴での行いを僕に打ち明けてくださったこともそう。あなたのお心はどこかでずっと非道を拒んでいたのではありませんか。忍びである前にあなたはやはりお優しい方なのだと信じたい。僕がお慕いする優しい女性なのだと。家康殿、あなたがこれまで僕にくださった温かい微笑み、力強い励まし、もしもあの幾幕かが作り事だったのだとしても構いません。あなたのおかげで僕の世界が広がったことは紛れもない事実ですし、あなたは偽りを毒としてでなく薬として使える方。なるほど。僕はそう信じていますから。どうしよう、ゆげ子どうした。嬉しい、ゆげ子嬉しいか。ただあのん、これから僕がするお願いには本音でお返しいただけると嬉しいです。どんなお答えをいただいても受け入れられるよう努めますから。ゆげ子、ネオロマンスの準備はいいか。はい。僕はこれから三河へ戻り、少しずつでも立派な領主に近づいていきたいと思っています。国を愛し人を慈しみ、僕なりのやり方で太平の世を築いていければと。
家康殿にならきっと叶えられます。ありがとうございます。きっと道のりは遠く長いでしょうが、僕と一緒にその道を歩んでくれませんか。共に三河へ来ていただきたいのです。僕の大切な女性として。好きです。これからあなたのことを知っていけばいくほどにこの思いは深まるでしょう。お返事を聞かせてくれますか。ユゲ子、告白されたよ。ユゲ子、ありがとう、イエス殿。答えではないね。私もずっとあなたに惹かれていました。家康殿が優しさにあふれた道を探るのなら、そのお手伝いをさせてください。ただ、里の許しを得る必要がありますので、この場はお別れしなくてはなりませんが。別れは言いに行くのね、里に。家康殿、念のために申し上げますが、偽りではありませんよ。この先、あなたに対して、決して偽りなど。いえ、申し訳ありません。違うんです。あまりにも嬉しくて、言葉が出てこなくて。家康殿、浮かんでくる言葉といえば、あなたが好きだという、そればかりで。ああ。お。いや、さあ、聞きましょう。優しい笑顔、日だまりのような暖かなこの何気ない瞬間が永遠続いてくように、変わらぬ
さあその後、いや幸せ日和という曲名が良かったですね。なんだ家康殿、もうすぐ終わりますから、あと少しじっとしていてくださいね。ええ、わかりました。あ、庭に可愛い小鳥さんが。髪とかしてんのか。ああ、もう動かないでくださいと言ったではありませんか。申し訳ありません。小鳥に気を取られる。そうだ、あなたに話したことはなかったかな。安土城にいた時にね、可愛い小鳥さんとお友達になったんですよ。このことは言わなくていいのかなと思ってたら来ましたね。あ、それはもしかして屋敷の庭へ遊びに来てくれたり、本能寺への道中ずっとそばにいてくれたりして、とても人懐っこい子だったんです。お腹が真っ白でつぶらな瞳で可愛かったな。やはり間違いない、お腹が白い鳥といえば私のこと。そんな特徴気づきもしなかったね。すみません家康殿、その小鳥私です。え、私人間だけではなくて鳥やカエルにも変化できるんです。本当ですか。ああ動いたら危ない。いえ、こんな時に驚かせてしまった私がいけませんね。でも本当です。今度変化してみせましょうか、ね、小鳥のに化けた湯気子の方が好きになっちゃったりしないでね。ああ僕はなんてことを。あ、そうだね、恋の悩み相談しちゃったもんね、小鳥に。家康殿、いろいろと恥ずかしいところをお見せしてしまいましたよね。本当にいろいろと申し訳ありませんでした。家康殿が謝ることなど何もありません。そう、むしろあそこで本音を聞いたからこそね、ゆえ子も心を決めることができたわけだからね。小鳥に接する家康殿はとてもお優しかったし、それになんというか可愛らしかったです。だ、大の男に向かってそんな可愛いなんて。まあでもね、年齢も一個差だしいいんじゃないかな。褒め言葉なのですが、いけなかったでしょうか。男は可愛いと言われるのが嫌だというね、俗説がありますが、そんなことはないと思う。いけないと言いますか、あなたにはかっこいいと思っていただきたいのに。そうか、そう思ってるのか。え、そう思われたいんだったらね、髪をこう溶かせるようなことはしないよ。多分ゆげ子に言われたんだろうね。イヤストのが解いてくださいなんて 言わないよね、髪。いえ、何でもありません。これから努力すればいいだけの話ですから。はい、終わりました。ああ、視界が広くなりました。ありがとうございます。あ、前髪切ったんだ、ゆげ子。変わったね、目がはっきり見えるね。いいえ、すっきりしましたね。けれど、なんだか少し落ち着きません。あれか、ゆげ子はもう姫として、イヤストの姫として三河に行ったんだね。しばらくは慣れないかもしれませんね。あなたは、私、はい、あなたはこの前髪すぐに慣れてくださいますか。そういうことか。気にしてるのね。もちろんです。前髪が長くても短くてもイヤストのはイヤストのですから。確かにそうですね。僕も早くなれないと。なら、この後城下に行きませんか。明るい場所を歩いて回っていれば、新しい視界にもきっとすぐになれますよ。城下ですか。いいですね。ちょうど町屋の様子を見に行きたいと思っていましたし、
せっかくですから侍屋敷にも足を運びましょうか。決まりですね。イヤストの前髪を見たら皆さんきっと驚きますよ。それは少し気恥ずかしいですね。ああ、イヤス様がついに前髪を切ってくださった。私たちのことをしっかり見るようね、そういう勇気をつけてくださったんですね。さすがユイコ様みたいな感じになるよ。やはり出かけるのはやめておこうかな。イヤス殿、冗談です。ちゃんと行きます。三河の町も人も多分これまで以上に生き生きとして見えるんでしょう。でもできるならもう少しだけあなたと二人でいたいです。え？だってあなたの可憐なお顔や優しげな瞳がはっきりと見えて目が離せない。あなたと僕を遮るものが何もなくなったようでとても嬉しいんです。いや、そう、そうか。私もイヤス殿の目を見て話せることが嬉しいです。より一層近づけた気がします。でもここまで来てもどのなんだね。どちらかというとむしろ恋人同士の方が主君だからね。サマだよね、主君と姫。もっと早く前髪を切っておけばよかった。そうですね。ああ、どうかしましたか。いえ、あなたの笑顔があまりに眩しいからびっくりしてしまって。またびっくりさせちゃったね。僕は長い間うつむいていた顔をようやく上げ、あなたはそのままのご自分を見せてくださるようになりました。確かに懐かしい西での日々を経て今僕たちは本当の意味で向かい合っている。その交わりのなんと明るく愛おしいことでしょう。口を閉ざし目をつむり身をすくめて生きた過去の僕に今ここから語りかけたい近しい人々の親身な語りかけに早く耳を傾けるようにと己を認め自信を取り戻し前を向いて歩くようにと、そして何よりも幾度も繰り返し手を差し伸べてくれる女性を大切にするように、優しい彼女が隠す痛みをないがしろにすることのないようにと、反対に未来の僕に伝えたいことがあるとすればただ一つ、今目の前にいる人を生涯をかけて慈しむという誓い、あなたが好きです。誰よりも何よりも。フィンということでね。早い。セーブします。さあ、ということで3週目ですね。徳川家康さん終わりました。どうでしたでしょうか。皆さん感動しますね。下天の花。あ、特典ちみっこ信行様。今度は信行さん。え、どれ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 。あ、信行さんはコンプリート。あ、これ返そう。画像集か。あと1枚これが追加されたのね。お前が、ちょっと待って、お前がそばにいるだけで安らぐ。ごめんね、3週目ではあまり救えなかった。で、その前は道、あれ、ちみっこ誰が解放されたんだろう。一人解放されたよね。あれ、まあ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 、じゃあちょっと振り返りながら。ニアスさん倒れてた。本当にご迷惑をおかけしました。いや、でもさ、喋、まあ、りながら情けないですね。時間もあれなので言わせて話させてもらいますが、よかったですね本当に。あ、小鳥さんですね。かわいいな。お腹がする。
喋りながらできない。あの時は無我夢中で、気がついたらあなたの柔らかな手を取ってしまっていた。だから全く終わりが想像できない方でしたけれども、あなたの言葉のおかげで僕は前に進むことができました。こういう終わり方というか、ありがとうございました。展開というか、部屋を出て行ってしまったのは、まあ、これいい写真、僕の弱さに他なりません。もっと強くならなければ。 あなたはいつも僕の話を熱心に聞いてくださるから、つい話し込んでしまって、刀など振るいたくはありませんが、やむを得ないならばお相手しましょう。身を挺して僕をかばってくれたあなたを心から守りたいと思いました。僕にはあなたが必要です。あなたもそう思ってくださいますか。やっぱ家康殿大柄だよね。あなたが隣で笑ってくださることがこんなにも幸せだなんて、ずっと あなたが隣で笑ってくださることがこんなにも幸せだなんて、ずっとそばにいてくださいね。あったね、これこれ何にもコメントなしか。ああ、回想だからか。これは思い出したくないんだ。本当にご迷惑をおかけ、うん、いっぱいあるね。でもまだコンプリートではないっていう、うん、信之さんもそう。特典画像だったりもするんだから、まあ見落としたイベント疑念とかもあるだろうし、わかんないですけど、まあともかくちょっと時間が押しちゃってるので最後ね、まとめますけれども、いや、まあ予想もしない方でしたけれども、なんでしょうね、今まで光秀さん、あーごめんなさい、あ、電池がもうない頑張れ、光秀様と信之様2人攻略しましたけど、まあ、この2人はどちらかというと、あの表で出た気持ちとまた実は別の人格というか人柄だったっていうのがあったんだけども、家康様の場合はもう一貫して善人だったっていうね、あの、まあ、今までね、あの本当はどうなんだって感じのが下天の花、戦国時代の下天の花だと思ってたけど、ずっとまっすぐで、で家康様もただの優しい人から真の優しい人に生まれ変わっていくというか、まあそういうね、成長していくって言った方がいいか、まあそういう感じで感動しましたね。あと何よりもね、私ね、あの上司でも主君でも、あのその一人を慕うね家臣たちとのこの絆に弱いんですよ。まあそれが前面に描かれてましたね、家康さんの家臣たち。で本当だったらね、普通だったらあのもともと忍びでさ、どこの馬とも知れない遊戯子がさ、あの家康殿のもとに来る、三河に来るってみんな反対すると思うんだよ。でも家康様の家臣たちだったら大歓迎だろうね。あの家康様の心を開いてくださった家子殿だったら、ぜひぜひおいでくださいって多分大歓迎されてるだろうね。まあ、ということで、第3週目、徳川家康ると今回で終わりですけれども、まあ、非常に感動しましたね。うん、3人目も感動しました。ということで引き続きね、4週目もやっていきたいと思います。次は誰にするかまだ決めておりませんが、まあ、もしよろしければね、4週目以降もまた見てくださいますと嬉しいです。一緒にやっていきましょう。ではね、家康戦最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは失礼いたします噛んだ、さようなら。